皆さんご機嫌いかがでしょうか総会キックです。明日はね、サツキショーでございます。予想の方行きたいと思います。2024年4月14日日曜日、中山11レース、3歳オープン、ボバ、ヒンバ、芝、右回り2000メートル、B コース、18頭立て、15時40分発送でございます。はい。 さて、昨日ですかね、ちょっと競馬ゲーム実況をアップしたんですが、あの、藤岡兄をね、ちょっとあの、おいら、逆髪じゃないですか。藤岡兄に、やっぱり勝ってほしい気持ちがあるので、あの、ミスター GT 買いませんっていう話をしたんですけど、ちょっとあのね、自意識過剰というか、ね、やっぱり応援したいんですよ、藤岡祐介ジョッキーね。それでミスター GT は、あの、 まあ、ホープルステークスでね、本命死していて、まあ、人気なかったんですけどね、まあ、本命死していたんですよね。まあ、ただ、あのー、まあ、気丈ミスというかね、え酒、ー、井流星ジョッキーがね、えー、手応え抜群なのに、うちに入れて、4コーナー、4コーナーというか、直線で詰まってしまったんですよね。ね、抜けていれば、1着、2着、3着はあったんじゃないか、馬券圏内はあったんじゃないかっていうね、ぐらいの手応えだったんで、まあ、その後、 ね、共同通信杯では人気してね、2番人気で、まあ、ジャスティン・ミランドと、ね、ジャンタル・マンタルに、まあ、敗れてしまったわけですけど、若葉ステークスではね、藤岡祐介ジョッキーが見事勝利したと。これはね、中山向きという感じもしますし、ね、切れるタイプではないんですかね。まあ、それなので、まあ、中山のね、2000メートルぴったりだと思うんですよ。まあ、8番人気ということで、ここを一気に人気落としてるので、まあ、 買いたいですね。はい。もう、藤岡祐介ジョッキー応援します。はい。ね、弟の孝太ジョッキーがね、まあ、残念な事故でね、本当にね、ご冥福をお祈りいたします。はい。その分、祐介ジョッキーにはね、あの、まあ、まあ、いつも通り乗ってほしいですね。ね、はい。うん。応援しましょう。うん。まあ、それでね、あの、ま、うちからちょっと買うま発表していきましょうか。今回、サツキショーはね、軍雄拡挙といったね、あの、感じで、 まあ、どっからでも狙えるっていうね、雰囲気なんですけど、まあ、おいらはもう5頭でボックスできます。まず、ジャンタルマンタルですね。うん。まあ、ミスプロの系統でね、まあ、ジャンタルマンタル、カーリンでしたっけね。うん。おじいさんがね。まあ、ちょっとどういう血統か、詳しくは知らないんですけど、まあ、2000メートルはおそらく大丈夫じゃないんですか。ちょっと、おいらそこまで血統詳しくなくて、最近、あの、 金満とかもうやってないじゃないですか。金満決闘くが頼りだったので、ちょっと決闘よくわからなくてね。ねまあ、このまま2000メートル、ちょっと距離不安があったりするのかな。それで5番2期に落ちてるんですかね。朝日杯は、まあ干渉でしたけど、まあ、ジャスティン・ミラーのとね、ちょっと話されてしまったので、まあ、切れ味という面ではね、まあ、劣るのかもしれませんけど、このままもまあ、中山悪くないんじゃないですかね。ね。うん。 まあそれで、まあ一番人気はレガーレイヤーなんですね。まあこの馬を、俺らバッサリ切ります。まあルメールジョッキー乗るはずだったんですけど、まあドバイでね、あの、まあ故障、落馬でね、あの、怪我してしまって、乗れないわけでね。まあ北村ジョッキーも応援したいんですけどね。うん。まあ後ろから行く馬なので、まあちょっと、やっぱり割り引いて考えようかなと。まあ来られても仕方ないと思うんですけどね。まあそれでやっぱり思い出すのがスワブリチャードですから、 あトニービンの血が入ってますよね <laughs>。トニービンは中山来ないってい、中山のサスキ賞では来ないって言われていて、ね、なかなか勝てなかったんですけど、ジャングルポケットとかもね、うん。まあ、呪いがかかってるって昔あったじゃないですか。ね。金番決闘国で。ね、よく話されてましたよね。ラガーレグルスとかね。まあ、スワブリチャードもハーツクライなんで、まあ、ハーツクライがね、あのー、まあ、母チジがトニービンということで <laughs>。 <laughs> なんとなく思い出すんですけど、まあ、ほとんど関係ないって思いますけども、レガレイヤー、まあ、ちょっと悪びいて考えます。はい。それで、ジャスティン・ミラノですね。うん。はい。本当はね、コスモキランダー買いたかったんですけど、まあ、弥生賞でね、まあ、勝ち切って、まくったんですよね。まくって勝って、これ、あの、思い出すじゃないですか。ランニングゲールを思い出したんですよ。 ただランニングゲイルはまくってね、弥生市を買ったんですけど、本番ではね、あの、まくりってやっぱり途中ペースが緩まないとまくれないんで、まあ後方のままっていうね。 競馬だったですよねねランニンニグゲーム、ねうん、思い出しますね。コスモキランダもね、まあそんな悪いまではないと思うんですよね。買いたかったんですが、まあ今回買えません。というのもデムールはね、あの、サンライズアースを選択したということですよね。このスミレステークスもね、まくってるんですよね。デムールジョッキーがね。面白いですよね。まあ、今回まくれるような展開になるかわかりませんけど、まあこっちを選択したということであれば、まあ12番人気ですし、まあデムールを信頼しようかなと。 うん。あと、ジャスティン・ミランドですね。はい。ジャスティン・ミランドはまあ、ね、無敗の二勝馬で、まあ、ダービー向きなのかなという感じもね、しますけど、絆の大物が出てきたなっていうところでね、まあ、戸崎ジョッキーに期待しましょう。はい。まあ、それで、ビザンチン・ドリームもね、ちょっと、 買いたいなというところで、木更木賞は、あの、おいら、あの、京都競馬場行ってたんで、まあ、間近に見てるんですよね。馬体結構良くてね。まあ、一番人気だったんですけど、オースト分回しでね、差し切りました。はい。うん。まあ、馬体もいいし、ね、新馬戦も結構強い内容でね、これひょっとしたら大物の可能性あるなと思って、まあ、六番人気ですけど、外すぎる枠がね、気になりますけど、まあ、期待したいなと。はい。素質馬だと思います。 まあ、あとね、買いたいもたくさんいるんですけど、ね。うん。まあ、やっぱり怖い、怖いのがね、これ5頭だよね。ミスター1、2、3、4、5ですね。はい、この5頭のね、生まれんボックスで勝負します。はい。あ、それでね、あの、ジャンタル・マンタルとジャスティン・ミラーノの組み合わせ生まれんだと10倍ぐらいなので、これだけ外して、あの、 一点だけなんか直前で三連複あの、パドック見て買えますんで、それは、おいらの選択権ください。はい。あと気になるのはね、名称タバルですね。やっぱりね、ゴールドシップ3区で、ね、毎日配をもばわながら逃げ切ったと。ね、これがぶっちぎりだったんでね、ゴールドシップでやっぱり、サスキショー場が出たら熱いでしょうね。あとサンライズジパングもね、ホップフルステークス3着で、オいラこれ取ったんですけどね。ワイズでしたけどね。<laughs> まあ、ただ、若駒ステークスが竹がジョッキー乗ってね、あの、ずぶさを見せて、まあ、勝ち切ったものの、まあ、竹がジョッキーがエコロバルツを選択したので、まあ、そのあたりがどうなのかなというところですね。はい。あと、スプリングステークス組はね、シックスペンス出たら買いたかったんですけど、まあ、他行ってしまいましたね。うん。あと、ダノンね、デサイドあたりも不気味ですけどね。ね、シンエペラーに負けてるんでね、まあ、ここは消しました。シンエペラーもね、 こういう、モノサシウマはね、買っといたらいいんじゃないかな、っていう。モノサシウマで、サツキショー来たって言ったらね、あの、吉シジョッキーの今い,、ま、いましたよね。モノサシウマで、あれは2着だったですかね。名前を覚え出せませんけど。ね。シンエペラーみたいな感じでま,まがサツキショー本番でも2着だったっていうケースはありましたね。はい。名前を覚え出せないね。申し訳ございません。はい。調べましょうか。ね。ね。まあいいか、皆さん調べてください。<laughs> あというわけでちょっとオッズを見ましょうかね。はい。うん。まあボックスで。まあミスター GT、ジャンタルマンタル、ジャッティンミラノ、サンライズアース、ビザンチンドリーム。これ生まれんでもね、結構つくと思うんで。 まあ8、13だけがね、あの、12倍なので、まあ、これは切って3連服かなんか1点勝負します。はい。まあ、それであとはま、40倍からね、466倍ということで、まあ、期待できますね。はい。ま、藤岡兄に勝としいなと。うん。ね。あの、全部、騎手ともどもね、無事に回っていることを祈ります。はい。それではね、あの、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。